こんにちは。皆様お元気でしょうか。前回は冷凍食品を購入できなかったので、今回は主に冷凍食品とお菓子を購入しました。よかったらゆっくり見ていってください。それではスタート。
の購入品紹介は以上です。少しでもお役に立てたら嬉しいです。また次の動画でもお会いいたしましょう。それでは最後までご視聴くださりありがとうございました。